令和3年3月18日、阿蘇市内牧の,の阿蘇草原保全活動センター草原学習館で、阿蘇の草原の維持管理を行う公益財団法人阿蘇グリーンストックに対して寄付金が贈呈されました。寄付を行ったのは NPO 法人阿蘇田園空間博物館で、これまでに 阿蘇市全体を屋根のない博物館に見立て、そこで保全活用すべき展示物として、阿蘇の地域資源をサテライトという名前で認定しています。阿蘇の草原も阿蘇田園空間博物館のサテライトとして認定されており、この維持管理を行う阿蘇グリーンストックの活動に感謝と敬意を表し、 寄付金として50万円を贈呈するに至ったとのことです。贈呈式では、阿蘇田園空間博物館の山本昭雄理事長から、阿蘇グリーンストックの山内康二副理事長に目録が手渡され、次に山内副理事長から山本理事長に感謝状が贈られました。贈呈された寄付金は今後も、 アソグリーンストックの活動を通じて、アソの草原保全、再生、地域振興に関する様々な事業に活用されるとのことです。